みんなに覚えておいてほしいのが、さっきの人もそうなんですけど、人間ってね、追い詰められれば追い詰められるほど、いろんなことに手を出すんですよ。そう、逆にうまくいってる時って、いや、俺はこれだけで生きていけるからって一個だけやるわけですよ。で、ここがすごく大事なポイントで、うまくいってる時ほど、いろんなことに手を出した方がいいんです。リスクは取れるから。で、うまくいかなくなったら、やっぱりね、一個に絞らないとダメなんですよ。なぜかっていうと、そのリソースが少なくなってるから。だから、焦る気持ちはわかるんだけど、焦る時こそ、一番やるべきことに集中するっていうのがすごく大事です。